ワシントン軍はアメリカ合衆国ミズーリ州の東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は25,195人であり、2000年の23,344人から7.9%増加した。軍庁所在地はポトシ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ワシントン軍は1813年8月21日に設立され、 軍名は、初代アメリカ合衆国大統領、ジョージ・ワシントンにちなんで名付けられた。1722年から1723年に、フランス人探検カルノとラモットが、現在のポトシがある地域に入った。高級的な開拓地が作られたのは1763年になってからであり、フランス・アブ・レトンがポトシ近くに入り、自分の名前を付けた、製粉書の運営を始めた。 ベルビューバレーのカレドニア近くとベルグラードには、1802年にアナニアス・マッコイ、ベンジャミン・クロウ、ロバート・リードの家族が入植した。ワシントン軍は1813年8月21日に設立され、軍名は初代アメリカ合衆国大統領、ジョージ・ワシントンにちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 軍域全面積は七百六十二点四六平方マイルであり、このうち陸地七百五十九点五九平方マイル、水域は二点八七平方マイルで、水域率は零点三八パーセントである。以下は二千年の国勢調査による人口統計データである。ワシントン軍の二十五歳以上の住民のうち六十二点五パーセントは高校卒以上の学歴を持ち、 7.5%は学士以上の学位を持っている。軍内の高等教育機関としては、今年市にミネラルエリアカレッジの衛星キャンパスがある。2000年宗教データアーカイブ、教会軍別信徒報告書によれば、ワシントン軍は、福音主義プロテスタントが最多数を占める、バイブルベルトにある。最も多い会派は、カトリック教会の36.73%、 続いて、南部バプテスト連盟の21.74%、バプテストミッショナリーアソシエーションオブアメリカの16.86%で、ある。ミズーリ州共生省のポトシ共生センターが、軍内の未編入領域にある。ここには、男性の執行マチ死刑囚が収容されている。ワシントン軍の地方レベルでは、民主党が大半の政治を支配しており、 軍の選挙で選ばれる役職は5人を除いて独占している。国政大統領選挙のレベルではかなり独立色が強いが民主党支持の傾向がある。2004年の大統領選挙ではジョージ・ W ・ブッシュがニワシントン軍を制したが2000年ではアルゴアに僅差で敗れた。どちらの場合も他の田園部軍に比べて票差が小さかった。 1992年と1996年の選挙では、ビルク・リントンが10ポイント以上の差をつけて制した。2008年の選挙では、州内の田園部にある軍とは異なり、バラク・オバマがジョン・マケインを5票差で制した。ミズーリ州の114軍で、オバマが制したのは9軍のみである。ワシントン軍は、田園部軍と同様、社会的にまた文化的に保守的であるが、 経済問題については、力キシークラッドに、典型的な中道あるいは人民主義的傾向もある。2004年の州民投票では、結婚を男と女の結合として定義する州、憲法改正案を、ワシントン軍は81.37%という、圧倒的多数で賛成した。州全体でも71%の賛成で可決し、ミズーリ州は、 同性結婚を禁止する最初の州になった。2006年の州民投票では、肺性幹細胞の研究を予算化し、合法化する憲法改正案がかけられたが、ワシントン軍では56.48%が反対した。州全体では51%の賛成と、かろうじて改正が成立し、肺性幹細胞の研究を最初に認めた州の一つになった。 軍民は伝統的に社会問題に保守的であるが最低賃金の増加のような人民主義的施策は支持する傾向にある。やはり2006年の州民投票で最低賃金を時間あたり6.5ドルに増やす命題についてはワシントン軍では81.47%が支持した。この命題は州内のどの軍でも支持され75.94%が賛成した。 2008年大統領予備選挙2008年の大統領予備選挙でワシントン軍は2大政党の候補者をどちらも州全体と全国で2位に終わったものを選んだ。民主党の予備選挙ではヒラリー・クリントンが圧倒的な強さで1位となり、さらに共和党予備選挙で投じられた総票数よりも多かった。ありがとうございます。